どうもー、セムです。今日はですね、お久しぶりのウクライナ情勢やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。この前誤情報を流してしまって少し反省してですね、きちんとした情報を皆さんお伝えしようと思ってしばらく休憩していたんですけど、その間にですね、おかもの方とのですね対談とかですね、ぜひ見てくださいね。大変楽しく YouTube 活動していたんですけれども、そんなことをしている間にですね、首都キエフが完全に解放されました。こちらはですね、首都キエフ目前まで迫ってたんですけれども、どんどんこちらに北側のベラルーシの方にですね撤退していっております。ウクライナ軍なんですけれども、ベラルーシに撤退しようとしているロシア軍をですね追撃して殲滅をしようとしているんですけれども、3万人から4万人の兵力がベラルーシに逃げたということだそうでございます。で、逃げた先でブチャとか、ね、いろんなところが解放されたんですけれどもですね、もうすごいありさま、女の人は裸になって死体でゴロゴロその辺に転がされているし、子供はもう切り刻まれてパーツになって死んでたそうです。見てられない感じのお話がたくさんでございます。そんなロシア軍なんですけれどもですね、撤退した兵力をですねこちらの方にですねくるっと大回転させまして、こう東側から侵略していこうとしております。ウクライナに対する東側の攻勢がですね非常に強まっております。ロシア軍はですね東側の支配地域をですねどんどん伸ばしております。ウクライナ軍のこの東側の部隊っていうのはですね、ウクライナ軍の中で最精鋭なんですけれども、合同部隊っていうのかな、ここのですねグッと押し込めてるんですよ。ただグッと押し込めているこの後ろですね、イジュームという町がございまして、このイジュームという町がですね取られてしまいました。このイジュームを取られますとですね、広範囲を突かれる上にですねハリコフを囲んでいるロシア軍とですね脱走しちゃうんですね。非常にまずい状況なんで、このイジュームの町を防衛しながらですね、ここのラインでウクライナ軍は戦っているということですね。特にこのイジュームのですね東側の部隊がですね後輩から突かれるようになりますとですね、ルガンスク、ドネツク、東側がですねもうドドドドッと後ろに行きましてですね、このドニエプロのあたりまで下がっちゃうかもしれないんですね。そうしますとですね、もうマリウポリを解放するなんてのは夢のまた夢になりますんでですね、イジュームの攻防が今後のウクライナの肝になってくるということでございます。もう一つの戦線がございまして、これ非常に大切な戦線なんですけども、ここのオデッサがウクライナにとって死活だったんですけど、これも全然大丈夫になりました。このミコライウに残っているロシア軍を逆に取り囲んでいる状況です。で、これを撃破いたしますとヘルソンに行くということになるんですけれどもですね、こちらの戦線はですね割とうまくいっております。ただここのドニエプル川がございまして、どうやって渡るかっていうのが難しいんですよね。渡るにはですねやっぱり空爆がいるんですね。飛行機じゃなくていいんで、ドローンなりなんなりでロシア軍の戦力を無力化してから川を渡らないとですね、川を渡る最中にですね砲撃をいくらでも食らってしまうと、遮蔽物がないですからね、ここで激闘が続いているということでございます。で、このヘルソンを落としますとですね、クリミア半島に戦線を引けますんで、クリミア半島からのこのロシア軍の補給を立てるんですね。このロシア軍が補給不足に陥る可能性が高いと、このヘルソンのですね攻防がですね、またこれがですねウクライナの命運を決めていくと。で、ちなみにですねクリミア半島って水が出ませんので、ヘルソンを抑えて、まあ、この辺ぐらいまで突出したらですね、クリミア半島の水を止めていろんな嫌がらせができると、こうやって見るとですねだいぶマシになりましたよね。ウクライナもう国家存亡の危機っていうやつから領土が切り取られるかもしれないっていうお話ぐらいまでにはなりました。で、あとはイジュームをめぐる攻防が非常に、まあ、大切になるのと、まあ、ヘルソン、そんなウクライナ軍に朗報がございます。ポーランドからですね戦車が届きました。これ旧ソ連製の戦車でございまして、なんと50年前の戦車です。とりあえず動きゃ何でもいいわけでございまして、戦車がたくさん届くようになったと。またですねオーストラリアからですねブッシュマスターという装甲機動車が来ます。これは非常にいいですね。戦車が泥にやられまくってるから戦車不要説っていうのがあるんですけれども、全然間違いです。戦車があるとないと全然違いますんで、やっぱ機動力と装甲が必要なんですね。戦場特に攻めるときには、まともにこう戦ってるときにですね、結局ねこう迂回する戦力がいるんですね。両翼迂回っていうんですけど、両翼迂回ができますとですね非常にこの守る方も守りにくくなります。正面が2個3個になりますんでね、これで半包囲っていう状態を作って攻めるのが基本でございます。だから今ウクライナにとっては国土防衛ではなく国土奪還のターンになっていますんで、この戦車が来たっていうのはありがたいですね。まあ
しかしですね、ポーランドから戦車が来てもですね、一番ウクライナに戦車を供給してるのはロシア軍じゃないかっていう、そういうお話があるんですけれども、まあ多分今月の下旬ぐらいには戦車、機甲師団ですね、2個師団ぐらいで行きますんで、2個師団ぐらいで行きましたら、このイジューム取り返せます。イジューム取り返してからこう二方向から押すことができたらですね、だいぶ南部戦線も落ち着いてくるんじゃないかななんて思います。まあそのためのこのイジュームを取り返せるかどうか、取り返せないとこのちょっとハリコフもですね、ちょっと怪しくなってまいりますんで、ハリキウどれぐらいの町なんですか。だいたいですね、まあ200万人強、すごいでかい町ですよね。福岡市ぐらいのが包囲線にあってる。まあでもしかしマシになりましたね。このスムイ、チェルニヒウ、この辺もですねウクライナ軍が少し取り返しましたんで、まあこのハリコフに向けては脱通が可能になったんじゃないかなって。戦線が2つになったことで、いや嬉しいねっていうお話なんですけど、ロシアはこの戦線にですね兵力をどんどんまとめておりまして、この北側でやられた部隊とかをどんどん回していってるんですよね。特にですねブチャでですね残虐行為を働いた部隊をですね、なんとここの一番コテコテのイジュームの町の戦闘にですね弾よけで最前線で使ってるというお話ですね。怖いですね。恐ろしいことしますね。裁判で騒ぐのめんどくさいからお前ら弾よけになれって言ってるんですね。現状北側では勝ちましたウクライナ、東側でどんどん押されているんで、ここを手当てしないといけません。南側はすごく押し返していくんですけど、ヘルソンを落とし切るには手勢不足でございますね。どちらを優先するのかわからないんですけれどもですね、テコ入れるがどちらも必要でございますね。戦力ので、そのテコ入れのためにはですね、この戦車が来ておりますんで、どん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 機甲手段を編成してですね、機動力を持ってどんどん取り返していく、行けばいいんじゃないかななんていうターンになりました。ウクライナ反撃しております。皆さんがですねすごくですね心の中で応援するだけでも全然違いますんで、ロシア軍の残虐行為皆さん見ましたよね、動画とかで。そういうものを見てですね、ロシア許さんっていう反露感情を持つだけでもですね、日本のですね世論形成に一役買いますんで、それだけでもいいんでですね、ウクライナ軍をですねぜひ応援してあげてください。頑張れウクライナ、共に勝利を。